意外とだからみんな勘違いしてるのは、うん、ホリエモンがツイートしてたら売れるでしょとか、うん、R25 に記事になったら売れるでしょとか、うん、皆川さんがやったら埋まるでしょとか思ってんだけど、一定あるけど結局ドブ板やんないと難しいとか、そんな簡単なもんじゃないから、うん、そのサウナのフェスにしてもこんだけ騒いでやったら埋まるでしょって思われるけど、そんな埋まんないわけよ。協賛もつくでしょって思われるけど、そんなつかないわけよ、うん、それはやっぱり自分が直接出向いて話さないと無理 で、うん、でそこって結構ドブ板をちゃんとやるかどうか、ちゃんと自分の言葉でどんぐらいこうかけてるかって喋るかどうかで、うん、全く変わってくるもんだから、そこのあのドブ板営業を地道にやり続けるっていうのはあるよね。うん、だから今あの誘惑というか他に楽しいこともいっぱいありますもんね。Netflix、うん、もあるし、Amazon プライムもあるし、その中でいくら堀江さんといえど、うん、そこに勝てるかって言ったらわからない中で直営業をすることによって勝ってる。成果出せない人にありがちなのはさ、そのさ恐ろしいまでの溝に気づいてなくて、うん、要は買おうかなと買うまでの間ってちょっとの差だと思ってんだけど、多分本気で何か売り上げを立てたこととかがない人ってずっとまだちょっとの差だと思ってんだよ。買おうかなって、要は本出しますって言うじゃん自分が、あ面白そう買いますとか買おうかなとかってリツイートがいっぱい来るじゃん、あみんな買ってくれそうって思うんだよ、成果出したことない人は。でもその買おうかなみたいな人と実際にポチる人ってとんでもない溝があるの。もう半端じゃない、全然別世界だから。そこはやっぱり分かってるから、本当に成果出せる人って本当に買うまでどうするかっていうことを考える。だってそれは自分に置き換えればそうで、うん、あなんかこの人好きだったんだよな、新刊出たんだ買おうかなっていうのが100あって、うん、実際買うの7ぐらいなんだよ、うん、あらゆるものにおいて CM 見て、あ面白そうだな行きたいなとか、うん、その客の買おうかなのうち7の実際買いましたになるまでの努力っていうのが本当は実はものすごい大事で、うん、ストーリー作りにせよ地道な営業にせよいろんなことをやんないと、その実際のこの溝は埋めきれなくて、で実そこが分かってる人と分かってない人って大きな差だよね。確かに。それこそジブリにせよエヴァンゲリオンにせよ分かんないけど、本当に数字が出てるものってやっぱそこをやりきってんだと思うよ、うん、その監督がどうとか分かんないよ、その宣伝部隊とかいろんな人たちがやっぱそこのおぞましい現実を知ってんだよ、うんうん、でも多くの人はジブリだったら人入って当たり前じゃんとか思うんだけど、うん、違くてその溝のおぞましさん気づいてるか徹底的にやりきってんだと俺は思うけどね、うん、いいもの作ってるっていうのは前提だけどね、うんうん、いやそこはあの箕輪さんの今の活動とかにも堀江さんから学んだことが生かされているというか、結構だからめちゃめちゃそれはあるよ。だからそこはさ、いいも悪いもさ、こういう人になっちゃった悪い部分もさあるけどさ、堀江からの影響はめちゃめちゃ強いんじゃない。いや仕事のやり方とかほとんど堀江もから学んだからね。だから問題があるんだと思うけど。ちなみに堀江さんから学んだっていう点、すごくなんかいいところをいっぱいお聞きしたんですけど、逆にあここ堀江さん意外と抜けてるなとかってありますか？エピソードでも大丈夫なんですか？それってすべてトレードオフで功罪だと思うから、はい、いいも悪いもどっちもあると思うんだけど、はい、堀江さんから学んで近しいところでお互い失ってるところは。共感力とかですか？それもあるねそれあるねまあでも、トレードオフですね、完全に。そう、はい、本当トレードオフで、なんかでも言ったら興味のままに企画を立てまくって、要は花開かないものはそのままにして捨てる、要は1000企画立てて3最後までいけばいいやみたいな感じかな。小山薫堂さんとかって多分知らないけど、3を徹底的にゆっくりやりそうじゃん。だからそれはいい悪いじゃないけど、やっぱり無限に手を伸ばして何かが花開けばいいやっていうやり方をしてるから、なんか周りから見ると節操がないし一貫性がないように見えるけど、まあ時代の変化には対応しやすい。そうですね、多分トレードオフだね。いいところですね、それは。なんかでも小山薫堂さんとかさ知らないのにかっていうのもあれだけど、
ゆっくりまだ誰もそれいいか分かんないけどずっと水をあげ続けて綺麗な花が咲きましたみたいな方がすげえリスペクトされそうじゃん。だからそこはまあどっちの仕事のスタイルの差だね、うん、堀江さんそうでもないけど初期の堀江さんとかリスクを軽んじすぎる、うーん、いけないみたいな。だからそれは突破力にもなるし落とし穴にもなる。うん、メルカリの山田さんとかみたいな本当に地に足ついた大企業を作る人を見て話したりしたり遊んだりするとそこが決定的に違う気がする。要は自分が正しいと思ってたり自分がいいと思ってたら世間がどう思うといてはないみたいなもの、俺もそうなんだけど、はい、そうなると結局大きな事業って社会の全員の最大幸福を追求しないと成り立たなかったりするから、うん、すごいカルト的な人間にはなってもなんか国民全員が使ってるみたいなものにはなり得ないんだよね。なるほど。どっちを目指すかね。やっぱり山田さんとか見てるとものすごいそこを考えて、いや別にルールに反してないからっていいとはなんないよねみたいな、うんうん、こっちはえそんなのルール書いてありましたっけみたいな、うん、そこの差はある。流派なんですね。流派流派流派です。でも世の中大きな流れとしてそっちに傾いてる気がするよ。やっぱあのメルカリの方、メルカリ側に健全の方にしたお礼もにも悪いけどさ、要は自分たちのコミュニティで成立してるって思っててもそれが社会とすごい地続き、さらに言うとグローバルと地続きになってるからここだけのノリで許してよみたいなことにはならなくなってきてんじゃん、うん、発言とかも含めて、はい、だからそういう感じで言うと突破力ある一方でリスクあるよねってやり方って再現性が少なくなってるのとスケールしにくくなってるかなって気はするかな、うん、当然堀江さんもずっとあのポジションキープしてるのはそういう時代感覚があるからだから、ね、堀江さんも相当変わってると思うけどね。じゃあちょっとミノワチャンネルにあの堀江さん登場できたらいいなと思ってます。いやだから強引に言ったら出れんあのできるんだけど歌詞作りたくないんだよ、ね、そうですね、あっちがやりたいって言ってきたら、そうですね、うん、じゃあすぐ言ってくるからちょっとでも流行ってれば、じゃあちょっと僕らも頑張ります。はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。